こんにちは、ガーサリーマンです。今回は Google 株式分割と題しまして説明していきたいと思います。簡単なプロフィールです。このチャンネルではGAFAで勤務するガーサリーマンが投資に関する情報を発信しております。私は投資先として米国株式オンリーでやっております。今回の内容です。7月15日に Google が株式分割を実施いたしました。ちょっと前に Amazon も株式分割をしてまして、次は Google ということですね。で、実際に購入できるのは7月19日かららしくてですね、ここから分割された株価で購入できるようになります。なので、非常に個人投資家の方もですね、参入しやすくなります。で、今回は Google 株は買いなのかについて私の意見を述べたいと思っております。はい、じゃあ今回 Google の株価がどうなったかというところなんですが、20分の1に分割され、株価も20分の1になっています。で、例えば今、Google の株式を1株持っていた人は、それが20株になるということになります。これだけ見ると19株増えていてお得と思うかもしれませんが、1株あたりの株価が下がっていますので、トータルの金額は変わりません。で、もともと分割前の株価がだいたい2200ドルで、日本円にすると30万円ぐらい、まあ円安になっているので30万円ぐらいだったものが、分割後はですね、1万4000円とか3000円ぐらいですかね、多分ぐらいで買えるということになって、個人投資家にとってはですね、非常にハードルが下がるというところになります。さすがになんか30万円を払って Google 1株を買うっていうのは結構ハードル高いと思いますので、はい。で、今回はですね、じゃあその Google の株が買いなのかどうかというのをちょっとおさらいといいますか、私の意見を整理していきたいと思います。まず Google の売上高推移を、過去2005年からなので、15年ぐらいのグラフがこちらになってます。で、ちょっと2020年までのデータしかないんですけど、これを見ていただければわかるのが、綺麗な右肩上がりで常に成長し続けている会社であるということがわかります。皆様もですね、まあ、GAFA の一角の Google というところで、まあ、成長してないわけはないと思っていたと思うんですが、こうやって改めてグラフで見るとですね、まあ、ところどころこうちょっと下がってるところあるんですが、結局やっぱり右肩上がりに成長しているっていうのがよくわかりますね。私も改めて見たら、Google すごいなと思いましたね。はい。で、次に株価で見ていきますと、先ほど2200ドルぐらいだという話がありまして、つい直近までを、まあ、5年間のグラフで持ってきてます。で、これで見ますとですね、ここのギュッと下がってるのは、これコロナショックになっていて、まあ、2018年ぐらいから、まあ、徐々に、高くなっていって、コロナショックでガッと下がったんだけど、その後ぐーっと上がって、2021年の末をピークに、今年に入ってからはご存知の通りずーっと下がっているという状況で、今の株価が、まあ、大体2021年の初めぐらいと同じぐらいのレベルになってるっていうところなんですかね。で、まあ、今年に入ってほぼ上がってないんですが、逆にこの下げ幅を見ていただけると分かるんですけど、コロナショックでこれなので、それ以上に下がってるっていうところで、で、まあ、ここまで上がったので、まあ、いずれここまでは戻ると思うんですね。で、ここの戻りだけでですね、かなりの利益が出せる可能性があると思うので、絶好の買い間なんじゃないかなと思います。で、2022年の Q1 の決算が出ていたので、まあ、データとして持ってきました。で、総売上高は、これは前年同期比との比較ですけども、まあ、23% 増で、営業利益も 22% 増で、四半期純利益は 8.3% 減になってるんですけども、まあ、売上高営業利益は 20% 以上の増加になっているということで、まあ、未だに成長していますという話ですね。で、セグメント別に見ていくと、まあ、Google の主な広告、収入源は広告収入だと思うんですが、まあ、上から Google 検索、その他広告収入、YouTube 広告、Google ネタ広告というところで、
それぞれですね 24%、 ちょっと YouTube がちょっと下がってるのかもしれないですが、それ以外は 20% の増、前年同期比の比べて、まあ、20% 増えているというところで、かなり、いいんじゃないかなと思います。でそれ以外の Google サービス、とかも 20% ですし、クラウドコンピューティング、ここもですねまだまだ伸びしろがあるというところです。でその他事業とかっていうのはちょっと何が入ってるか分かんないんですが 122% 増えているというところで、まあ、基本的には成長しているということが分かります。で、まあ、私が考えるなんで Google に投資するべきなのかというところの理由をちょっと整理、改めて整理してみました。で一つ目がもうすでに人々の生活を支える社会インフラになっているというところかなと思います。まあ、社会インフラの会社になっているのでそう簡単に、へこまないと潰れないというところですね。例えば、まあ、Google 検索なんていうのは、まあ、みんな毎日使ってると思いますし、Android OS っていうのもですね、地味にすごいなと思っていて、まあ、iPhone 以外の Android のスマホってあると思うんですけど、まあ、それを、の OS を提供しているのは、まあ、Google だと、まあ、知ってる人は知ってると思いますが、なってますと。でこの Android OS、 スマホだけじゃなくて、まあ、最近ではテレビとかにもですね搭載されていて、まあ、テレビで、YouTube が簡単に見れたりとかですね、まあ、もうそういう風になってきてます。であと Google マップ、まあ、使ってない人はいないと思いますし、外に出た時にどこかに行くってなったら必ず Google マップで検索しますよね。で Gmail、まあ、フリーメールの中でも Gmail を使っている方が多いんじゃないでしょうか。であとは翻訳ですね、まあ、これはちょっと人によるかもしれないんですが、まあ、海外の関係の仕事なのか旅行とか行く人は、Google 翻訳結構使ってると思います。で YouTube は、まあ、皆様今見ていると思いますが使われてますし、あと、まあ、これちょっと使ってる人と使ってない人いるかもしれないですけど、これ地味に便利なのが Google フォトで、まあ、今まで撮影した写真をですね全てストレージ上に保存できるんですね。なので、まあ、2、30年経ってもですね昔の写真が、簡単に検索できるというので、私はよく使っています。まあ、こういったサービスがもう浸透してきていて、必要不可欠になっているというのが Google です。で次になんで投資するべきかっていうのが、こういった既存のですねもう必要不可欠なものがあるにもかかわらず、それに加えて常に新規事業を創出し続けているっていうのが Google だと私は思ってます。例えば、そんなに出てからまだ時間経ってないんですけど Chrome OS、 これは Android とは別なのか根本同じなのかちょっと分かんないですけど、Android って主に今スマホとかそういった向けにもともと開発されてたのが、 Chrome OS は、まあ、簡単に言えば Windows のライバルになり得るものになっていて、パソコンの OS を Google が作ってしまったというものになってます。でさらに OS だけではなくて Chromebook っていう、これですね、ハードウェアも含めた PC まで作ってしまったというところまで言っていると。で結構ですねこの新規事業系の話は Google はソフトウェアだけじゃなくてハードウェアが絡んでくるものも最近よく出てくるようになってきました。で代表的なのがこのピクセルフォンっていうもので、まあおそらく中身は Android OS が入っているだけのスマホだと思うんですが、Google が出しているスマホというところで出てきたものになっています。なのでこの Chromebook と同じようにハードウェアも Google が、監修して製造しているというところですね。であとは自動運転、まあ、まだ世の中に出てきてないと思うんですがテストは繰り返されていて、自動運転にも進出しようとしていますし、Google 銀行っていうのも計画されていますし、あとは、まあ、これはもう結構浸透してきますけどスマートスピーカーですね、OK Google っていうんでしたっけ。はい。であとこれちょっとこれ調べてておっというのを見つけてしまって、スマートウォッチも今年の秋に Google が出すらしいんですよ。 Google Pixel Watch っていうこれなんですけど、これ見てもらって分かるんですけど丸いんですよね。あの Apple Watch とかって、まあ、Apple が出してるやつって結構四角だったりすると思うんですけど、まあ、丸いっていうのも結構珍しくてかっこいいしちょっと欲しくなったなっていう感じですね。
で、なので、まあ、アップルもアップルウォッチっていうのを出していたところに対して、グーグルも、ピクセルウォッチっていうのを出して、まあ、こういった新しい市場にも出ていこうと、しかもハードウェアを絡めて出ていこうとしているっていうところが、グーグルの凄さじゃないかなと思います。で、まあ、これができるのも、この基盤になっている事業からの収益を新たに投資できるからっていうのがあるんじゃないかなと思います。で3つ目に、まあ、単純ですけども先ほどお見せしました過去チャートの売上高とかをですね見ていただくともう右肩上がりに成長をし続けているとでまだ頭打ちになっている気配もないとでこれだけ大きくなったら普通会社って停滞していくと思うんですが、やはり まだまだ成長していけているのはこういった新規事業を創出し続けているからだと思います。ですので、ガーファーの一角である Google はまだまだこれからも成長するというところで投資対象になり得るんじゃないかなというのが私の意見です。ただですね、皆様 S&P500 とかナスダックのインデックスファンドに、連動するものに投資信託とか ETF に投資してると思うんですよね。でそうすると間接的にというか、まあ、直接 Google の株は持ってないんですけど、Google に投資しているのは、まあ、イコールなので、まあ、実はほとんどの人が実は今もう Google に投資していると思いますと。で、その中で、わざわざ個別の Google の株を買うかどうかっていうのは皆様の判断だとは思いますけども、まあ、やはり一般的に個別株の方が上げ幅、まあ、下げ幅もですけど、大きくなるので、インデックスを買っているよりも、リターンが大きくできる可能性はあると思いますので、まあ、全ツッコミというよりは、一部例えば毎月1株だけでもいいのでこれから、買っていくっていうのでもありなんじゃないかなと思います。でその理由は、今回株式分割されたことで20分の1になって非常に買いやすい金額になったというところがあります。はい。あ、で、ここでちょっと注意点なんですが、ちょっと今回も私もですね、ちょっと興味を持って買ってみようかなと思っていろいろ調べた時にちょっと見つけた話を共有なんですが、Google の株を購入するときに、クラス A 株式っていうのの Google っていう名前と、クラス C 株式の Google っていう2種類があるんですね。非常にわかりづらいんですけど。で、これどちらもまあ Google の株という意味では変わりないんですが、違いが一つあって、議決権があるかないかっていうところで、クラス A の Google には議決権があって、クラス C の Google には議決権がないんですね。で、まあ、正直株式投資のリターンも安く買って高く売るっていう視点では、どちらでもいいみたいでですね、変わりないというところで、まあ、どっちでもいいみたいです。はい。で、なので私はもうどっちしようかなと思ったんですけど、まあ、とりあえずクラス A を買っとくかと。まあ、議決権あんまり興味ないけど、とりあえず買っとこうかというところです。はい。はい、改めて、Google 株は、7月19日火曜日から新価格で購入できると思います。私、SBI 証券でやってまして、SBI 証券上ではそういうふうに出てました。ので、皆様、ぜひ、購入を検討してみてください。ただ最初はですね、公開直後は上がるかもしれないですけど1週間以内ぐらいで下がる可能性があるので、まあ、様子見してもいいかなっていう気がしますね。 Amazon 株も結局最初ちょっと上がったんですけど下がりましたからね。はい。はい、今日の、配信は以上になります。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。また、さようなら。